お久しぶりです。ありがとうございます。どうしたそのカゴは。いや、もうヒトンくの嘘やんヒトンくの、ヒトンくの大丈夫なかそれ。カマるの。カマン、カマンの取れるわよね。お家タイプらしい。カゴですか、うん、それは何カゴや。いや、なんかここから入ってアパートみたいなまたお家がちょっと今日は1個じゃなくて結構数があるけど、3つばつなげてよ。はいはい、3連単いくかい。3連単、うん、競馬じゃないですか。3連単流れた女房の名前のみよこどういうこと3連単よ、3、4、5よ。あ、そういうことね。なんでちょっともう、うん、僕もひもじいけど、まあ、仕事ない。なんでこれ仕掛けて、はいはい、また一曲戦にやっちゃいます。はい、行きましょう。本日、まあ、とりあえずこの辺に詰め込みしますわ。はい、うめんちゅ乗りや。はい、乗船 OK、 いいよ。詰め込み終わったんで、はいはい、だから放りに行きますよって。はい、なんか取れたらね、ええけど入っちゃったらガシやん。ガシ、うん、ガシ狙い。ガシ、割りガシ。ええね、いっぱい入ったよね。そうやね、うん、目標金額12万円。12万円。おお、5つで。そうやね。あ、ほんなら2万5000バーか。1つ2万5000ぐらい入ったらええな。うん、決まって仕掛けてみましょうや。はい、はい、行きましょう。ここか、ここが玄関。餌はなし。餌なし、餌なしで廃業寸前やん餌をかまる余裕なくほんならもうそれで行きますか。はい、アパートタイプで行こう。はい、吉島さん最近泳ぎ行ってない。仕事行ってない。どうして潜り行ってないが。2つ行ってない。嘘、病気にちょっと。え、病気。病気、うん、どんな病気よ。極道病気ほんならどこで仕事しよった。いや、もうふといよった。嘘、真っ白なっちゅうか俺。うん、ちょっと色が戻っちゅうね。動かんきよ、色も白なったしよ、うん、体つきもヤクザの幹部みたいなんできるそろそろ仕事しようかなと。お金もないことですし、はいはい、ほんでこれでこれよ、これで、うん、海ちゅ、行きたい。はい、まず1個目撮ってますね。高時給やね時給10万時給10万目標金額は。目標金額12万円。1つまあ2万3000くらい。2万3000くらい、うん、1つがね。あ、もう高級魚が入っちゃかないかんね。楽勝や。楽勝レイポイントや。うん、そうやね。ガシの家よ。ガシの家、ガシいっぱいおる。ここおるって聞くね、この場所は。うん、ガシいっぱいおる。うん、まあ、家タイプで餌がないし。はいはい、3、4日、うん、長かった1週間ぐらい置いてんの。
わかった。置けば置くほど期待値。やっぱりなんか置く方がいいかや。ああいうのはね。あんま汚れすぎたら入らんけど。ああそうか。長くて一週間やね。ああ。そうやと地球順番ならんね。ならんね。もう何日経つよ。帰ろう。帰りましょう。帰りましょう。はい。ありがとうございます。あの黒いやつかね。そう。移動させた。あ、ほんなら結構まだ向こうの方にあったもんね。そうそう、向こうの向こう仕掛けちゃったけど。はいはい。おらんかったけど。うん。1日、まあ次の日あげたけど、なっちゃおらんかったけど、こっち持ってきた。なるほど。こっちの方が多い。うんうんうん。あげてみます。あげてみましょう。何がね、入ってるか。うん、人のこのたこ焼きあげて返しちゃらない。自分ちのやないき。なるほどね。我がのようにやぎて。じゃああげるか。はい。こっちが広いそっちあげるか。こっちあげる、はい、なんかおったらいいやん。水張っとけ。はいよ。大量に入れておきましょう。ここ言ったら結構数あるね。全然や、うん、全然。あれからどれぐらい経った。もう7日ぐらい経ったかやない。1週間に越したんだ。うん、話はこれ変で。さあ何が入ってるでしょうか。来た？来たね、一つ目が。アパート1号室が。アパート1号室。何が入っちゅう？すか。アパート1号室、すか。うわー、マジか。マジか。2号室行こう、2号室。はい。甘くないね。甘くない。まあけど、餌入れてないきね。とにかく何やったち取らんです。さあ、次は来た。あ、来た来た来た。アパート2が、アパート2なんか入っちゅうで、ちょっと入っちゅう。アパート2入っちゅうで。いや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 、ゲンネが入っちゅう。ゲンネが2匹入っちゅう。ゲンネが2匹売れるか、売れんかどうか。売れませんな。売れんね。アパート2号室、ゲンネのアベック。あ、ちょっと住み着いちゃったね。やばい、ちょっと横向きに泳いでて正しく。あ、大丈夫。人命救助するわ。3つ目。来た。え、入っちゅう。いや。おお、すごい。え、その魚は何？右前か左前やろ。どういうこと？右前か左前っていう地方名や。魚の名前？そう、地方名や。え、何やこれ。鷹の何やら大正式名。あ、そう長屋だ。タイの仲間ってことですね。売れるし、食えんこともない。な、生かしておきましょう。これでも100円バスぐらいね。100円ぐらいやおうか。いい日で100円。これもアベック。4号室。4号室上がってきた。4号室上がってきた。いいで。どうで？ 4 号室誰かおらんか。おる？いや、おらん。いや、おるわ。ガーシーが。ほんまにガーシーが。それも売ります？放流。
放流しよう。さっきもないの。うん、放流したろ。ガシね、はい。最後。来た来た来た。ああ、入っちゅうやない、なんか。何が通じる？いっぱい入っちゅうで、なんか。いや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 。おじさんが入っちゅう。おじさんってこれ、このしましまのやつ？いや、このヒゲのがおじさんや。おごし、マンスや。時代も入っとりますわ。入っちゅうね。こまいね。こんまい。タイ。タイのさ、子供これ。赤ちゃん、知らないね。なんか、ガシ以外全部アベックで入ってたんだね。ねえ。おじさんも。そうやね。おじさんがパーク占領してる。え、なんておじさんがパーク占領してる。おー。ウミンチュシリーズ、いつにない大量や、ね。大量やね。さあ。これけど、予想収益は当初は12万円じゃなかった。嘘やね。500円もないからこれ、ね、ちょっといけんですね、今回も500円もないでね。でもこの高野花売れるで。何かね、そのしましまのやつ、うん、斜めのしましまのやつ。高野花は売れる。高野花ってどれ？怖い怖い。大きい木？横綱？まあ売れるけど50円とか。50円？まあ2匹で1等100円や。ああ安いね。ならもう、まあ、とりあえず他の放流しますわ。うん、放流しましょう、うん、もう返しちゃいましょう。もう早っ。帰ってった帰ってった。みんな横向き向き早く返しちゃうね。うん、そうやね。おじさんもやっぱり年だけやから一番最初に横向き。いいんだいいんだ。みんな帰ってった。どうしようか覚えてる。高野原2匹。どうします？逃がそうか。でもね、向こう引き。ねえ、逃がそう。いや、今日食えるわやけどね。まあ、でも逃がそう。逃がしましょう。でもね、向こう引き。うん。こもんじゃ、でも、あえのなんで。え？収益ゼロになるんで。うん。皿はついて帰る。はい。さよなら。帰ってった。相変わらずの安定のゼロ円。やっぱミンチシリーズがトランで有名やろ。そうやね。ミンチシリーズのカゴは。まあこんな感じやね。安定よ今回も。今からその前のカゴ、はいはい、返しに行く。これね、プチンクではない、うん、人の声戻しに行きましょう。はい。
うん。